それではこれより上村愛梨花引退エキシビションマッチ2分2ラウンドを行います。まず青コーナー160センチ48キログラムアクティブ J 三軒茶屋クロスライン所属第2代 J ガールズミニフライ級王者田島ハールー。対します赤コーナー157センチ48キログラムターゲット所属第3代J ガールズミニフライ級王者 WPMF 世界女子ミニフライ級王者 WMC 世界女子ミニフライ級王者 WBC メータイ女子インターナショナルライトフライ級王者ガールズエスカップ2011王者第2代ライズクイーン上村ライズ101エキシビジョンマッチ上村愛梨花の引退試合となります。この試合の解説は熊久保秀樹さん、そして特別ゲストとしましてライズ代表伊藤隆代表を交えてお届けしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ伊藤代表、はい、今少し目線を落としていろいろな思いが込み上げてきたと思いますが、改めて今のお気持ち聞かせてもらっていいですか。まあ本当に本当4年前ぐらいじゃないまでにやっと病状してずっと隠してやってきて、うん、はい、よく頑張ったなと、まあ、よく頑張ったなっていうのが今一言ですね、はい、お疲れ様というのが。なるほど。上村愛梨花の魅力っていうのは伊藤代表どんな感じですか。女子にはないパワーっていうんですか、はい、綺麗で相手をなぎ倒すというか、はい、内容で勝負というキャラというより内容で勝負という女子には珍しいファイターですね。なるほど。熊久保さんはどんな風にご覧になってますか。そうですね、やっぱりこう圧倒的な、ね、その攻撃力ですよね、うん、まあ、KO が少ないと言われる、ね、女子の試合の中でですね、やっぱりたくさんの、ね、衝撃的な KO を生み出してきます選手ですからね、はいはい。まあ、先ほどもご紹介しましたが31戦戦って28勝のうち15回が KO 勝利ですからね、はい、そうですね、はい。さあそして熊久保さん、はい、対戦する相手上村愛梨花が指名したのが田島春です、はいはい、これはね本当意義深いというかですね、上村選手がですねそのアマチュア時代の時にその見て憧れていたのが、まあ、田島春選手ですね、うん、田島春選手が本当に女子キック界をですねもう引っ張っていた時代でこう 私はねその選手と、ね、戦うんだという思いでもうプロ入りして、うん、そして立てついてね実際対戦したわけですけども、はい、さあそのエキシビションおっと一つ緑を見せました上村愛梨花、その指名した畑島春、まあ、つい最近現役復帰したわけですよね、はい、そうですね、はい、まあね、田島選手の方がねその先にデビューしているわけなんですけども、はい、復帰してですね、まあ、田島選手が現役で上村選手が先に引退するというのもなんかね不思議な話ですけど ね、はい、2009年の7月26日にこの両者が初めてグラブを交えグローブを交えタイトルマッチを行って、その時に上村愛梨花が田島春を破って見事に第3代 J ガールズのミニフライ級の王者に輝いたわけなんですが、私もずっとこう2人をこう取材してきたわけなんですけれども、はい、とにかく上村愛梨花はこの田島春に向けてどんな対戦相手だろうあろうと試合相手ではなくて田島春が目標だ、田島春が目標だと言い続けてきました。そうですね、はい、まあ、その相手に、ね、本当に勝って、ね、上村時代をスタートさせたわけですからね、さあそして伊藤代表、はい、改めてゴングが鳴ってこの姿もうあと少ししかこの上村愛梨花がリングに上がっている姿が見れなくなりますがいかがでしょう。今年ねほとんど練習してないんですよ、はい、ほぼ全くですね、試合前の2週間ぐらい2日ぐらいしかやってないんですよね、全然動けますよね。あ、まだまだできると、まあ、若いん でも体を忘れてないと思うんですよね、なるほど。あとは距離感だけなんで、まあ、悔いが残りないように全部出し切ってほしいと思います。逆にと伊藤代表も本当に、ね、こうたくさんの練習を一緒に共にしたと思うんですけど、はい、もう21歳という年齢でもう体に練習がもう身に染みついてると。そうですね、もう小さい頃からやってるんで、はい、その何百回 何万回のパンチと蹴りを打ってきたので、多分無意識に出るんでしょうね。なるほど。そんな中でこの2人がこのエキシビジョンマッチ戦いを行っていきます。結構上村選手はいいタイムでパンチ打ってますよね。なるほど、はい、なんかだったら倒れるんじゃないかみたいなパンチ打ってますね。
第1ラウンド終了、第1ラウンド終了のゴムです。さらに送り出していきます。ワン・ツー・ファイナルラウンド、ファイナルラウンドとなります。残り2分間がこの上村愛理香の姿となります。あ、なんか結構行きそうな雰囲気ですね、上村選手。はい、激しい戦いを見せてきたこの両者がこのエキシビションマッチ引退試合ということになっています。たくさんの思い出が込み上げてくる中、上村愛理香はこの田島春をずっと目標に戦ってきた。そんな中で初めてベルトをしたのはこの田島春を破った時に初めてベルトを手にしました。目標にしてきた田島春、その相手を上村愛理香が迎え撃っていきます。田島選手もね、あの自分が知ってる中ではね、もう最強の格闘家だっていうふうに言ってましたよね。そうですよね、はい、これですね、はい、実はあのグローブがこれ8オンスなんですよ。グローブちっちゃいと思うんですけど、お互いはあの両者のもとに8オンスでやってるんですよ。普通あの10とか12でやるんですけど。なるほど、そういった部分で自分たちの力もしっかりと見せたいと。でもあると思うんですよね。はい、最後ラスト1分、この試合が始まる前のこの両者がリングチェックに上がった時、もう今か今かと両者が2人も激しい戦いが始まるんじゃないかと、はい、そんな雰囲気もありましたけれども、楽しみたい、最後のリングを楽しみたい、そんな風に話してくれた上村愛理香、それを迎え撃つ田島春。ちょっと若干息が上がってきましたかね。やっぱ練習してないですよね、うん、もうラストですからね、思いっきりいってほしいですね。ラスト30秒、この試合が始まる前リングを見つめながら、やっぱり寂しいなという言葉を一つ残されました。それだけたくさんの練習をしてきて、たくさんの方々のファンの期待に応えてきた上村愛理香。さあ残り22秒となりました。これまでもたくさんの経験の中でタイトルを総なめにしてきたこの日本のキックボクシング界を見事に変えてきた激しい戦い。両者ともに力と力のぶつかり合いを最後に見せてくれます。さあ残りわずか、両選手に盛大な拍手をお送りください。この後楽園ホール、戦いのステージ、たくさんのファンが戦い祝福を送ります。この瞬間に上村愛理香現役このリングから去ります。さあ両選手とも結構行きましたね最後は。はい、伊藤代表から改めてこの戦いご覧になっていかがでした。そうですね、亀村も動いてましたけど、田島選手もね、本当にさっき見たら唇がね紫になった、うん、そのぐらいやっぱチワノゼになるぐらいやっぱ動いてたと思うんですよね。はい、うん、そして今後の未来に向けて一言、上村愛理香選手に3に一言メッセージお願いします。この今までキックで培ってきたなんですかの人生というか人間関係、いろんな経験したことは彼女の人生において、すごく勉強になることだと思うんですね、はい、でどんな辛いことがあっても今までの現役時代を思い出して乗り越えてもらいたいと思っております、うん、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあここまで伊藤代表にはトップレスゲストとしてご登場いただきました。どうもありがとうございました。